アイスルメント運動のジェーン・アダムズと共にアメリカのソーシャルワーカーの先駆となった女性。事前からソーシャルワークへの道を切り開く努力をし、後にケースワークの母と呼ばれる。メアリー・リッチモンドは南北戦争の始まった1861年8月5日にイリノイ州ベルビルに生まれた。間もなくボルチモアに移るが、両親が結核ではくして死んだため、 あまり裕福でない祖母とおばに引き取られ、成人の家族の中で孤独に育った。当時のアメリカには義務教育がなく、11歳になるまで学校に通わなかった。しかし、読書を好んでいた。16歳で高校を卒業すると、おばが勤めていたニューヨーク市に、庶務職員として働いた。1日12時間働いた後、即帰の独学もしていた。しかし、 おばが体調を崩し、ボルチモアに戻ってからは見知らぬ土地で、友人もなく、生涯の最も苦しい、そして最も孤独な時期を送り、栄養不良になり、衣服も貧しく、娯楽のための金も持っていない状態となった。医師からも故郷に戻るように申し渡され、彼女自身も両親と同じように結核にかかってしまうのではと思う、ほどだった。そのような中で、偶然、 見つけた COS の会計事務の仕事から、福祉へコミットする契機となり、UI 訪問として働くようになり、その後、頭角を表し、事前を専門化すること、科学化することに尽力し、今日のソーシャルワークの礎を築いた。ありがとうございます。